ハピローハピタクハピタクハピタク祭りハピローおにぎり350円買ってお茶もらえるあずーすからのそれがハピタク祭りハピロー、ローソンなんかあのハビタクハビタクハビタク祭りが本当になんか印象的なあの音でこれ聞くとハッピーな気持ちになるから今回もその曲に合わせて踊れて嬉しかったです。お願いします。お願いします。存在感半端ないですもんねこれ。もう誰かしらの結婚式に乱入したいですね。なんか許可なくてもこれだったら受け入れてくれんじゃないかなみたいなね。もうおめでとうございますとか言ってたらもうどいろんな結婚式にこうなんか花を添えられるような気するんですよね。一日でいろんな結婚式回りたいですね。おにぎり350円買ってお茶が無料に。はいカット。新大久保さん行ったことある？あ、なんか韓国のそこ初めて行ったのこの間。意外たまたまなかったんですか？なかった。プライベートでそうプラプラ歩いてたら、うん、なんか行き着いてなんだここと思って。あ、しかもそこに行こうとして行ったんじゃなくて、うん、そう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 久しく海外旅行行ってなかったから、もうめちゃくちゃテンション上がって急いでたからさ、うん、どこの店も入れなかったから。あ、そっか、うん、韓国もっとご飯、美味しいご飯とかも、そう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 、韓国の美味しいご飯とか食べれるのに。そうで、その話をいろんな人にして、うん、新大久保楽しいよねって話になって、もう料理屋とかは全部聞いてんの。え、そうだから今度、じゃあ次こそは、そう今度ね、行こうかなっていう風に思ってます。かわいい。お誕生日にあのサングラスを自分で買ったんですよ。ちょっと誕生日旅行みたいな感じで海外に行って海に入ってたら波にさらわれて、うん、そのサングラスが波に持ってかれちゃったんですよ。誕生日なのになんでこんな思いをしないといけないんだって思ってたら、帰りにこうやってあの海辺歩いてたら硬いのに当たって、なんだろうと思ったらサングラス戻ってきてたんです。え、同じやつ。はい。へえ。もう買ってきたからよかった。すごいよね。はい、奮発してカバン買ったんですよ。それ1ヶ月後ぐらいですかね。ペットボトルのコーヒー全部こぼれててその中に。もう絶望ですよ本当に。下がもう真っ黒になっちゃってて、デザインって言い張るにはちょっとさすがにね、シミが強いなんて。落ち込んでたらやっぱある番組のスタッフさんが、洗ってほしいもんないですかって言われて、えー、みたいな、ありますありますみたいな。そしたら番組の企画で綺麗にしてくれるという、これはもう得したなと、もう本当感謝ですね。うん、めっちゃめちゃ綺麗になりました。はい、まあ、自分持ってるなっていう、うん、それ感じましたね。皆さんこんにちは、松山圭一です。王林です。アンタッチャブルザキヤマです。6月25日から創業祭の第2弾ハピトク祭りがいよいよ始まります。対象のおにぎり350円買うごとにお茶がもらえるキャンペーンです。創業祭第2弾はハピトク祭りが来る。お得なハピトク祭りをハッピーな音楽と一緒にお楽しみください。創業祭第2弾ハピトク祭りでハピロー。